KoZの趣味部屋へようこそ。いやもうね、これ動画失敗しました。はい。あのね、実はね、これの1日前に撮ってた動画と今日撮った動画を合わせて1本の動画にする予定だったんですけれども、間違えて昨日撮った動画消しちゃったんですよね。なので、もう多分訳がわからないと思うんですが、まあ、今日撮った動画とね、今この撮ってる動画組み合わせちゃいます。はい。なのでね、ちょっとへんてこな部分あると思います。まあ、とりあえずね、どういうことかっていうのをご説明します。まずはね、紹介するフィギュア。はい。そちらをまず見ていただきたいと思います。はい、こちら。はい。シャーマンキングから朝倉陽。はい。こちらなんですよね。こちらを先日動画に撮ったんですけれども、消しちゃったんですよね。まあ、一応ね、こちら、寿屋から出てます。はい。アート FX シリーズですね。はい。そちらのシャーマンキングから朝倉陽と阿弥陀丸人玉もモード。はい、こちらなんですけれども、実はねこちらホビーショップで購入したんですけれども、まあリサイクル品ですね。はい、中古で購入して、実は訳あり品ということでね購入したんですよ。はい、それで 30% 引きぐらいになってたのかな。はい、その、ね、表示値段から 30% 引き、はい、安いなと思ったんでね購入したんですけれども、なんで 30% 引きかって言ったら、その訳ありの理由がね、この阿弥陀丸のこの後ろの部分が折れてたんですよ。はい、ぽっきり折れてたんですよね。はい、その状態をね昨日撮ったんですけれども、間違えて消しちゃったっていうね。はい、なのでもう皆さんからもう完成したね、全てこの完成したやつを見せちゃってるんですけれども、そのくっついてね、どうたらこうたらっていうのはこの後に普通に動画として編集してねくっつけちゃいますんで、違和感ありますが、最後まで見ていただければなと思います。はい、まあ何してもね、このねフィギュア自体はねすごくよくできてるんですよ。陽もそっくりだしね、この阿弥陀丸の人玉モードもそっくりなんですよね。ほんとよくできたフィギュアです。で阿弥陀丸の墓石とかね、ちょっとジオラマ風になってるんですよ。そこがまたいいということでね、ここでね数時間前に撮った動画をくっつけます。はい、はい、あれからですね1日経ちました。はい、一応ね瞬間接着剤でつけたんですけれども、見てみましょう。はい、はい、どうです？見事にねくっついてます。はい、結構ね重量もあるんですよこの人玉。はい、でもねちゃんとくっつきましたね。しっかりくっつきました。はい、これは良かったかな。まあくっつかないね訳あり品とかだったらあれだったけど、まあ、部品もあるし、ただ単に綺麗に割れてたんでね、接着面もちゃんと残ってたんでくっつけることができました。はい、いやこれは良かったですね。まあ、とりあえずくっついたんで、はい、でこれを陽の手に乗せるっていうことだよね。はい、こんな感じですかね。はい、いやーこれはくっついてよかった。まあ、訳あり品として購入しましたけれどもね、まあ、こうやってね修正できるものだったら割引されてお得感があるかなと思います。本当の訳あり品でねどうしようもできないやつもありますけれども、まあ、こうやってね個人で修復できるレベルだったら、まあ、お買い得じゃないですかね。はい、ということでね今回はちょっと訳あり品なフィギュアを購入してみた、そしたらなんとかなったっていう動画になりましたね。はい、ということでね今回はこれにて終わりたいと思います。一応阿弥陀丸のねアップ撮ってなかったはい、こんな感じですね。阿弥陀丸もほんとよくできてますね。うん、まあクリアパーツでしょうね。はい、そこに塗装されて、うん、こう顔つきもいいですね。似てる。はい。ということでね、今回はこれにて終わりたいと思います。これを見てね、まだチャンネル登録していない方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。最後はね、回転台座にてお別れしたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。